ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国の水産業界の末路についてお話ししていきたいと思います。日本の福島第一原発の処理水海洋放出に関しまして、9月1日にセカンドチャンネルで簡単に韓国の動きについてお話しさせていただいたんですが、この動画では中国の動きに対して世界中がかなり冷めた目で見ているという話と、なぜか中国が経済的ダメージを被ったという話をさせていただきたいと思います。8月24日に中国の税関総署が日本水産物の輸入を全面的に禁止するとしました。その理由は中国の消費者の健康と輸入食品の安全を確保するためとしているわけです。中国は処理水のことを核汚染水と呼んで、国家ぐるみで批判的な声を上げているわけですね。しかも日本が汚染された水を海に流そうとしていると、これまでもずっと英語で宣伝し続けてきたんです。そうすることで世界中の国々が日本に対して批判的な立場を取って中国に寄り添ってくれるだろう、そういった腹黒い極めて政治的な根幹があるわけです。ではそうした日本を貶める宣伝は効果があったのか、結論から言うと全く意味がなかったんですね。それどころか世界の声から孤立してしまい、挙句の果てに行き過ぎた宣伝のせいで逆に自国の水産物が全く売れなくなるというとんでもないブーメランとなってしまい、ただでさえ不動産バブル崩壊に伴って経済が崩れてきているというのに、そこに追い打ちをかける形になってしまいました。今回はこの中国の動きと日本の対応の動き、そして我々にできることも含めてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。まず福島第一原発の処理水がなぜ安全なのか、なぜ放出しなければならないのか、そのあたりを分かりやすく知りたいという方は8月31日に当チャンネルが投稿した動画を見ていただいてからこの動画を見ていただければより分かりやすいかと思います。さて、海洋放出を行っている処理水ですが、まず最初に影響が出る地域は韓国でも中国でもなく、アメリカやカナダなんですね。なぜなら福島から放出される処理水は黒潮に乗って流れていくからなんです。黒潮とは日本の太平洋側を南から北に流れる暖流で、日本海流とも呼ばれるものです。さらに世界の表層の海流を見ていきますと、黒潮は北太平洋をぐるっと時計回りに回る暖流の一部であることがわかります。もちろん最終的には希釈されて世界中の海に広がっていくと言えますが、最初に影響があるのは北米と言えますね。しかしアメリカやカナダは国際原子力機関 IAEA のお墨付きを得た日本の処理水放出に関しては当然抗議はしておらず、透明性のある対応だと評価し、科学的見地に立って判断してくれています。つまり先ほど影響が出ると表現しましたが、厳密には何の影響もないということをアメリカやカナダ、さらにはオーストラリアや EU、 ニュージーランドなども認めてくれています。日本は国際的な基準をはるかに下回るレベルで放射性物質を取り除いて放出しているわけですし、国際機関の承認も得ているわけです。それでも中国は汚染水と発信しているわけですね。 IAEA のグロッシ事務局長は放出の開始を受けて8月24日にこのような声明を発表しています。 IAEA の専門家は国際社会の目の役割を果たし、放出活動が IAEA の安全基準に合致していることを保証するため現地にいる、このように監視と評価活動を続ける方針を改めて強調しています。しかし中国外務省は日本は長期にわたって国際社会の非難を受けることになるだろうと言います。国際機関が安全を保証し各国もそれに納得済みなのに、中国が言う国際社会とはどこなんでしょうね。こうなると各国の中国共産党への評価は科学的な話すらも通じない相手なのかとなるわけで、ますます意味がわかりません。
さらに8月26日に興味深い動画が中国で投稿されました。中国のネットユーザーが放射能測定の機器を使って中国の台山原発が処理水を流している広州湾の海水の各放射線量を測定したところ、なんと福島原発からわずか 6.5 キロの地点で測定した放射線量を上回る数値が検出されたんです。福島では 0.120 マイクロシーベルト毎時の放射線量が確認されたんですが、広州湾の環境放射線量は 0.107 から 0.155 を記録。さらに広州湾の海水放射線量は 0.161 から 0.203 を記録。このあたりの情報はツイッターでもすでに出回っていますが、中国ではすでにネットからこれらの情報は消されています。そもそも福島第一原発のトリチウム希釈基準は1リットルあたり1500ベクレル未満でしたが、広州湾の台山原発では2007年に設定された1リットルあたり3700ベクレルからずっと変わっていないんです。つまり過去16年間台山原発は福島第一原発より2倍以上のレベルで広州湾に処理水を排出し続けているわけで、しかも放出しているトリチウムの量で言えば 6.5 倍です。しかしこの事実を中国の方々は知りません。中国政府が懸命に隠すからですね。福島原発の処理水を30年放出するわけですが、日本の海産物を30年も禁止し続けるのでしょうかね。まあそれはそれとして、中国共産党は少々汚染水と言い過ぎてしまいました。中国の人たちはこう思ったわけですね。日本と海が近いから中国産の海産物もやばくねと。その結果中国産の海産物も売れなくなって市場が冷え込んでしまったというんです。北京市内の海鮮市場で中国産のみを扱っている魚の販売店ですら販売状況が悪化してしまいました。中国の SNS などでは処理水が放出開始から240日後に中国沿海に到着するという真偽不明の情報が出回っていまして、今後さらに水産業が冷え込む可能性が大きいようです。さらに中国人による日本人学校への投石事件であったり、日本への相次ぐ迷惑電話問題も起こり、中国共産党はさすがにここまで来ると国際社会から孤立してしまいかねないと考えました。そこで事態をやや沈静化させる方向に動いたんです。具体的には8月30日に中国共産党系の有力紙である環境時報が処理水をめぐる嫌がらせ電話に対して実質的に沈静化を求める社説を掲載したんです。中国としては経済低迷問題なども相まって中国共産党に対する批判の声が上がってきているので、反日感情を煽ることで国民の怒りを国外に向けよう、そういった意図もあるわけですが、やり方が強引すぎたことと国民の思いがけぬ暴走、自国の水産業界にまで想定外の大きさの影響があったことなどで焦っているわけですね。まあ海水を使った塩作りに影響が出るとの誤った認識が広まったので塩だけはガンガン売れていますが、それとこれは確定情報ではないので動画で紹介するか迷っていたんですが、話半分に聞いてください。8月22日にアメリカの週刊誌であるニュースウィークが中国最強の攻撃型原子力潜水艦が台湾海峡で乗組員全員が亡くなる重大事故にあったと報道しました。しかし中国当局からは正式な発表はありませんし、台湾当局も一連の報道を確認していない状況です。私自身もこれはデマの可能性が高いと考えていますが、もしこれが事実であればこの事故によってとんでもない量の放射性物質が台湾海峡から流れ出すわけですから、中国はこの影響を日本のせいにするために今必死に攻めているとも考えられますね。ただ今後もこうした話は軍の機密として続報が出てこない可能性が高いので何ともですね。また岸田総理が二階元幹事長に将来的な中国訪問を要請しましたね。親中派の代表格である公明党の山口代表が中国を訪問する予定があったんですが、中国側から今は適切なタイミングではないとして来るんじゃないと言われてしまったわけで、そうなると岸田総理としては最も中国と仲のいい二階氏に頼ろうというわけですね。中国とつぶつぶすぎる人なんで、なんか変なお土産を持って帰ってきたりしないか、そういった懸念の声も上がっていますが、果たしてどうなることやら。
また中国が日本の水産物の輸入を止めてしまいましたが、日本が中国に輸出しているのはほとんどがホタテです。ホタテが安くなるのなら私はウェルカムなんですが、とはいえ国内だけで消費しきれるものでもありません。そこで待たれるのがホタテの加工の自動化です。日本はホタテを殻付きで輸出しているんですが、中国はなんと輸入したホタテの殻を取って加工して世界に輸出して儲けているんです。なのでそれと同じように日本も加工したホタテを海外に売れば需要は十分あるわけです。しかし問題なのは人手不足です。そこでホタテを加工するにあたり機械化自動化で対応することができれば、日本の水産業には大きなダメージとなりません。そこに関して政府は補助金などを出すなりして対応してもらいたいところですね。あとは我々はたくさんホタテを食べるなり、ホタテの生産地である北海道や青森、宮城、岩手などにふるさと納税するなりして支援していければいいのではないでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話とこの動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。